どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA がですね、毎月29日ですね、 ANA 級やっておりますけども、本日はですね、5月の29日の ANA 級ですね、減額マイルキャンペーンが来るっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説プラスアルファということで動画ね、やっていきたいなと思います。ということで早速ね、内容に入っていきたいんですけども、ANA キュンですね。今月はね、こういった形になっていまして、5月29日はね、2周年ということで、感謝をあなたにということで、結構ね、期待してたわけなんですけども、今回ですね、残念ながら航空券のね、セールはないんですけども、減額マイルキャンペーンはね、あるっていう風になりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければな、なんていう風に思うんですけども、まずですね、今回の ANA のキュンの内容なんですけども、結構ね、たくさんあるんですけども、ちょっと私が見た感じだとですね、今回ですね、減額マイルキャンペーンがね、一番のメインになってくるかな、なんていうふうに思うんですけども、まず内容としては、減額マイルキャンペーンですね。また ANA トラベラーズホテルの特別プラン、旅行券プレゼントキャンペーン、また ANA トラベラーズプランの割引プランですね。で、ふるさと納税、ANA ショッピングモール、ANA モールのお買い物系のキャンペーン。で、また A スタイルのね、ANA オリジナル商品の特別価格。またね、ビジネスクラスの機内食なんかもですね、こちら割引で、ね、購入することができます。またね、あと ANA の保険ですね。まあこういったラインナップになっておりまして、まあ一通り見せていただいて、まだね、中が見れないものもいくつかありますので、まあ気になるものに関してはですね、ぜひね、皆さん5月の29日ですね、この動画5月の28日にね、出てると思いますんで、日付が変わった5月の29日にですね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、またね、 LINE 公式アカウントで ANA のですね、抽選200名ね、旅行券もらえるキャンペーンなんかもね、やっているっていう風になりますんで、こちらね、ぜひチェックしていただければな、なんていう風に思います。で、今回ですね、先ほども言いました通り、 ANA の減額マイルキャンペーンがね、メインになってくるかな、なんていう風に思うんですけども、まあこういったね、感じになります。ではね、 ANA の減額マイルキャンペーンのね、詳細見ていきたいなと思うんですけども、販売期間はですね、 ANA キュンということで、日付が変わった5月の29日から1日間っていった形になります。で、搭乗期間はですね、2023年の6月の15日から7月の14日っていった形になります。で、残念ながらですね、対象路線は全路線ではなくて、今回ね、対象路線は限定になっておりまして、北海道路線、四国路線、九州路線の一部の路線っていった形になります。で、必要マイル数なんですけども、距離のね、マイル数で決まっているっていう風になっておりまして、公式サイトでね、こういった形になっておりまして、1区間ですね、0から300マイル区間は通常6000マイルで利用することができるわけなんですけども、まあ、今回減額マイルキャンペーンで2900マイルから片道ね、利用することができるっていった形になります。またね、301マイルから800区間マイルに関しては、通常ね、7500マイルなんですけども、今回のキャンペーンですね、4900マイルで片道利用することができるっていった形になります。で、細かいね、路線なんですけども、まあ気になる路線ございましたらですね、今回北海道、四国、九州方面っていう風になりますんで、ぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思うんですけども、まあ公式サイトはね、こういった形で記載が載っております。まあ今回ですね、800マイル区間のですね、東京から札幌とかね、7500マイル通常時にですね、かかるわけなんですけども、まあ、今回のキャンペーンですね、4900マイルで片道ね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、特旅のマイルとかね、出るとここね、6000マイルぐらいまで下がるんですけども、まあ、今回のキャンペーンですね、それよりも必要マイル数ね、下がるっていう風になりますんで、結構ね、いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、利用されたい方はですね、5月の29日にですね、早めにね、チェックしていただければなと思います。おそらくですね、どんどんね、いい時間帯はね、どん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 埋まっていくと思いますので、ぜひね、早めにチェックするようにしてください。まあ、今回のね、ANA キャンペーンはね、こういった形ですかね。利用されたいものね、ございましたら、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、ちょっとね、話はガラッと変わるんですけども、JAL がですね、東京バンコク路線にですね、ファーストクラスをですね、6月1日から設定するっていった形になるんですよね。ですので、6月1日以降ですね、6時間半ぐらいのフライトなんですけども、この東京からタイのバンコクのフライトって、ここにですね、ボーイング 777-ER 型機をですね、導入するっていう風になりまして、
ファーストクラスもですね、設定するって言った形になるんですよね。まあそこまでね、6時間半ということで、非常に長いね、路線ではないですので、まあ必要マイル数もね、結構抑えられて利用することができるっていう風になりますんで、JAL のファーストクラスにですね、利用してみたいっていう方はですね、かなりいいのではないのかななんていう風に思いますので、6月1日以降、東京からバンコク路線ですね、時間帯だとですね、こちらでね検索出てきましたんで、11時15分発から、11時15分発の、15時40分着のね、東京から羽田バンコク路線ですね、出てくるっていう風になりますんで、ぜひね利用していただければなぁなんていう風に思います。もちろんね、バンコクから羽田路線もね、同期材導入されていると思いますので、まあどちらでもいいですけどもね、まあできればねファーストクラスなんで、まあ羽田空港からね乗っていただくとですね、ファーストクラスラウンジもね利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただければなぁなんていう風に思います。こちらね JAL マイルで JAL でね発券していただくと、片道ね5万マイルで、私ね6月2日でこちらヒットしまして、まあ残念ながらですね JAL でね発券してしまうとですね、燃油サーチャージねかかってきてしまいますんで、まあ5万マイルプラスね24,170円かかってきてしまうわけなんですけども、まあこういった感じでね発券することができます。でまたですね、おすすめとしてはですね、こちらですね、こちらアメリカン航空のマイルなんですけども、同じ路線のね同じ日ファーストクラスね、発券することができるっていう風になりまして、こちらね片道4万マイルから燃油サーチャージなしでね発券することができるっていう風になりますんで、まあちょっとね今燃油サーチャージね非常に高騰しておりますんで、まあバンコク路線ね2万4000円ぐらいだったらまあ飲み込める価格ではねあるかななんていう風に思うんですけども、まあ一応ねアメリカン航空で4万マイルプラスねサーチャージなし、一応30ドル、 29.9 ドルって書いてあるんで、まあ4000とか4500円ぐらいね取られてしまうかもしれないんですけども、まあこちらね4万マイルで利用することができるっていう風になりますんで、もしねマリオットボンベポイントね保有されている方は6万ポイントで2万マイルにねアメリカン航空のマイルにね交換ねすることができるっていう風になりますんで、ある程度ねマリオットポイント12万ポイントになりますかね、片道でね、はい、保有されている方はですね、このねアメリカン航空のマイルに交換していただいて利用していただくのもですねかなりいいのではないのかななんていう風に思います。こちらね羽田バンコク路線ですね、ファーストクラス現金決済で利用するとですね、だいたい74万円ぐらいねする路線っていう風になりますんで、まあ、しかもね、トリプルセブンっていう風になりますんでね、フルフラットシートになりますし、またねパジャマとかもね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、私もね昨年、シカゴだからね今年の年末年始、まあ、年末ですね、昨年の年末なのか、はい、ニューヨーク路線もですね JAL のファーストクラスね利用させていただきましたけども、非常に良かったですので、もしね JAL のファーストクラスですね利用されてみたいっていう方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。アメリカン航空のマイルも JAL のね航空券も普通にね特典航空券の画面ですね、6月以降ね東京バンコクで検索していただくとですね、トリプルセブンね出てきるっていう風になりますんで、まあそこでね検索の仕方としては、JAL のねアプリで空席があったらその日をアメリカン航空で検索するみたいな、まあそういった感じで見ていただくとですね、アメリカン航空のねマイルで検索していただいてもねすぐ出てくるかななんていうふうに思いますので、一応ねこちら6月1日からね導入されて、まあいつまでね導入され続けるかちょっとわかりませんので、まあもしね利用されたいっていう方はまあ早めにね利用していただいた方がねいいのではないのかなと思います。まあ多分ねこういう短い路線でまあファーストクラスを設定するって、まあ ANA ではねあんまり聞いたことがないんで、 JAL も少ないかもしくはないかと思うんですけども、いつねなくなるかはちょっとわかんないと思いますので、ぜひね早めに利用していただければななんていうふうに思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、最近ね LINE 公式アカウントもね頻繁に便利にね利用できるようにね更新しておりますので、ぜひね概要欄からチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。